あなたを動物に例えると何ですか？私を動物に例えるとやはり犬でしょうか？私は何？犬です。犬？何、はい、急に犬です。どういうこと？どういうこと？王者の犬になります。どういうこと？どういうこと？どういうこと？落ち着いてよ、もういいから。え、面接は以上になります。面接結果は1週間から2週間採用された。これが完璧な面接。皆さんは絶対に参考にしないでください。普通はですね、面接会場でですね、おっしゃの犬、おっしゃの犬、ブワーって言うと落ちます。ちょっとおもろ、おっしゃの犬、おっしゃの犬。ちょっとおかわりしていい？あ、前頭しててさ、マジで言葉が出なかったんだけど、もう一回聞きたいわ。あれ、ケルベロスとか言って、あなたを動物にいる王者の犬になります。ちょっと王者の犬、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 お前も犬、俺も犬、お前と一緒にケルベロス、王者の犬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 、うわあ！もういいかな。あ、面接は以上になります。面接結果は1週間から2週間。犬犬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 。いや、これはすがすがしい内定ですね。あなたを動物に例えると何ですか？シャン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 、ワンシャの犬、オンシャの犬。はい、ということで、100% 超えてるやつやってない。 100% 超えるやつとかあんの？そんな、本当にそんなパターンあんの？オンシャの犬カバー動画待ってます。喉が死ぬよ。失敗。そうですか。まあ、いくら来ても臭いようにしますけど。犬です。犬？はい、犬です。オンシャの犬になります。御社の犬、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 お前もいる、俺もいる、お前と一緒にケルベロス、御社の犬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 、うわあ。変わんねえわ。面白かった。本日はこの辺で終わりたいと思います。おつまーち！御社の犬！御社の犬！御社の犬！